喋れるからでしょ。まあ、とにかく吐くのは。この段階、規模なんか痛くて。イーグルスは、規模で痛くて無理。痛くて、これ12弦だよ。これ何やってんだ。あ、オルガン低音でピンキやってんのか。これ今の、あれ12弦ギターで。あ、そうなの。あ、この辺でいいか。厳しい、こういうとこで羽を持ち浮かせて。
座れ砂漠には星々輝いてる。あれは金星、俺にとってのヴィーナスは雲に行ってしまったのだ。俺にビッグアップを送ってくれた仲間たちも今や遠くの方にいないな。君と行ったあのホテルカリフォルニア、まだそこにあるのか。開拓地が塞がらないような着地、一人じゃちょっと広いけど今日はのんびり。ホテルカリフォルニアのバーカウンター。マスター、今日はちょっと濃いめのくれないか。サンキュー、いい夢が見れそうだ。冗談もほどほどにしてきた。このもの、そろそろ消灯のお時間。今日もホテルカリフォルニアをご利用いただきありがとうございました。またのご来店お越しをお待ちしております。また旅人を旅立つ。次はどこだ、アラスカ。果てのない旅をまだ続けるのか。アラスカでオーロラを見ながら、まだコーヒーを飲みながら、思い出すのはホテルカリフォルニア。前衛的なことになる。一行目から歌詞歌わない。いや、わかんない。いいわ。なぜかリードギターのコーナーが最後、リードギターが。ああ、そうですね。途中でありますよね。うん、途中も。あれ、うん、そう場所間違えた。最後。じゃあ、大久保さんギターで入ってもらおう。